慶長5年1600年10月1日出羽の国畑屋山形最上家11代当主最上義明は馬上からただ一人の人物だけを見据えていた。その視線の先にいるのは藍の兜をかぶった上杉家筆頭家老直江兼続。この時義明の胸に存在する感情はただ一点のみ、怒り。先祖代々の地山形を蹂躙された上杉家への怒り、過去に大事な存在を奪った豊臣家への怒り。その怒りが義明の身長180センチメートルを超えてさらに大きく見せ、常用している鉄の指揮棒の従来の重さ 1.7 キログラムをさらに重々しく見せている。今まさに怒れる巨人が戦場を蹂躙していた。上杉軍を一人たりとも逃がすな。死に物狂いで直江の首をあげよう。長さ87センチメートルの鉄の指揮棒を馬上で振り回し、あるいは味方を鼓舞し、あるいは敵の頭を叩く。大将自らが先頭に立って敵陣を駆け抜ける。金次が慌ててその後を追い諌めた。殿、突出しすぎでござる。万一撃たれるようなことがあっては最上家はどうなりましょうや。だが義明は聞く耳を持たない。たわけ、わしの生涯において今この時こそが命を懸けて敵を追う時ぞ。長年苦しめられてきた上杉、ひいては豊臣へ、やり返すのは今この瞬間なのじゃ。義明の方向に最上軍の士気も大いに上がり、直江本陣に肉薄していく。進め進め。さらには伊達の援軍も追撃に加わり、上杉軍を苛烈に攻め立てていく。やがてじりじりと押し込み、直江本陣にあと一歩で手が届きそうな刹那、義明の兜に一発の銃弾が激突した。兜に弾を食らった義明は一瞬目の前が真っ暗になり、闇に落ちていくのであった。天正19年1591年2月前年の小田原征伐で関東を平定した豊臣秀吉は東北の仕置きの最中であった。この時陸奥で九戸正胤の乱が起きており、鎮圧に手こずった南部信長より援軍要請を受けた秀吉は、昨年起こった葛西大崎一揆の裁定と九戸征伐の両方を進めるために諸将に出陣を号令した。伊達政宗、蒲生氏郷、佐竹義信、宇都宮国綱、上杉景勝、徳川家康、そして秀次の6番の隊が出征し、総大将は羽柴秀次が務めることになった。征伐軍が東北の地を北上する中、出羽侍従最上義明は山形城にて上方勢を強応した。その際羽柴秀次が義明の愛娘駒姫に目をつけ、義明に側室としてもらい受けたいと迫っていた。侍従殿、かように可憐な女子は初めて見た。ぜひとも拙者の側室として迎え入れたい。そうなれば最上も安泰ぞ。義明は戸惑いながらも拒否するわけにはいかなかった。承知しました。されど未だ作法もままならない若輩者にございますれば、今数年ほどお待ちいただくお願い申し上げます。かくしてこの年の年末に関白に任ぜられた秀次に数年後に腰入れすることが決まったのである。なおこの時最上義明は以前から親交があり、直前に次男家近を小姓として出仕させていた徳川家康にもこの婚姻のことを相談し、家康からも義仲に計らうことを説得指導されている。豊臣政権下では秀吉が次の世代は秀次だと着々と準備を進めていたが、秀吉の第二子秀頼が生まれたことによって徐々に雲行きが怪しくなっていく。当初秀吉は秀次を自分の後に、秀頼を秀次の後にと考えていたようだが、一説によれば秀次は病に伏せることが多く、元気な時も女性遊びが過ぎていたらしい。当代の秀吉の女好きならまだ許されたが、政権を固めようとしている時にその当主の素行では良くないと判断されたのか定かではないが、文禄4年1595年6月末に事態が急展開を見せてしまう。豊臣秀次に謀反の疑いが持ち上がったのである。7月3日聚楽帝の秀次を秀吉の奉行衆が訪れて詰問。7月8日伏見の秀吉に申し開きをしようとするが、秀吉は会見を拒否、秀次は高野山へ蟄居。
7月15日、秀次は高野山で切腹させられた。一方、先般、婚姻が決定していた最上義明の娘、駒姫は、まさにこの時、秀次に腰入れしようとしていた。高野山に蟄居させられた時は、聚楽亭に入る直前で、未だお目見えもしていなかった状況だったのである。秀次切腹の後も秀吉の怒りは収まらず、8月1日、秀次の妻、妾、小太に翌日の処刑が伝達された。その情報が義明にもたらされた時、義明は家康に秀吉に除名を願うように嘆願した。一説では、駒姫は実質的には秀次の側室ではなかったとあり、それを理由にして嘆願を願い出たらしい。しかし、家康からの秀吉への除名嘆願むなしく、これに間に合わず、翌2日、駒姫も連座して京三条河原で処刑された。15歳だった。この時の義明の悲しみはいかほどだったのだろう。謀反人など追放にも関わりのない愛娘を理由もなく処刑されてしまったのである。さらに追い打ちをかけられるがごとく、自らも伊達政宗らと共に秀次への加担を疑われ謹慎処分を受ける。この処分は疑いが晴れて間もなく解けたが、義明の秀吉に対する憎悪は決定的なものとなった。己秀吉、断じて許すまじ。これ以降、義明は慶長伏見地震の直後に秀吉ではなく、家康の護衛に駆けつけたり、秀吉から茶に招かれた家康を自発的に護衛するなど、義明にとって恩義のある徳川方への傾倒をますます強めていくのであった。そのような最上徳川家の外交関係の中、やがて秀吉が死に、徳川家康が天下掌握のために殉道し始める。家康は前田利家亡き後の前田家に謀反の嫌疑をかけ、前田家を威圧でもってひれ伏せさせ、加賀越前百万石の封じ込みに成功する。家康が次に目を向けたのは会津の上杉家。これも黙らせようと詰問使を送った。慶長5年1600年4月13日、使者が会津に到着。上杉景勝はこれを受け、筆頭家老直江兼続と密談を交わす。兼続よ、こたびの死儀いかように見る。親方様、これは明らかに当家を弱体化させようとする家康の計略。前田のようになってはいけません。同意ぞ。ではいかがする。ここは拙者にお任せあれ。見事徳川を挑発し、わざと会津に攻め寄せさせ、返り討ちにしてみせます。その時大阪で石田治部殿も旗を上げましょう。会津で徳川を敗北せしめた後は関東になだれ込み、その息を止めるのです。そのための策と準備はすでに始めています。兼続よ、義名に取り計らえ。あとはわしが席を追う。存分にやれ。直江兼続は長々とした書状を徹夜で書いた。後世名の高い直江城である。そこには家康の所業を痛烈に批判し、また皮肉たっぷりに揶揄する内容が記載されていた。そして最後にこう締めた。従わせたければ旧刀を持ってこられよ。家康はこれに乗った。一説によれば、西の石田三成の蜂起を促すためにわざとこれに挑発されたと見せかけたともあるが、どちらにせよ上杉討伐軍を起こしたことで上杉家の目論見の初段階は的中したと言えよう。慶長5年6月16日、家康は大阪城を出発し、7月2日、家康江戸城に入城。7月19日、家康は秀忠を総大将とする軍勢を会津に向けて派遣している。7月21日、家康江戸城から出陣して会津に向かう。時を同じくして家康は、では陸奥の南部利直、秋田実末、戸沢政盛などを山形に集結させ、最上義明を師匠として米沢口から会津に侵入するように指示をしていた。最上義明は先の事情もあり、早い段階から徳川家と実婚にしていたため、地理的にも米沢のすぐ北に位置する山形城と最上家を重く見ていたための措置だと推測できる。ところが7月24日に家康が下野小山において大阪で石田三成挙兵の知らせを聞くと、小山評定を経て家康は反転正常することとなった。これを知った上杉家では即座に戦評定を開いた。親方様、家康が正常するために引き返しました。
したり、さて兼続どうする。我が方はすでに徳川を十分に相手取る準備ができております。今小山にいるのは結城秀康のみ。これを迅速に打ち、江戸に戻る家康の背中をつけば良い戦ができましょう。しかし兼続よ、我が軍法には戦ってもいない敵の背後から切りかかるなどという卑劣な言葉はないぞ。よく存じ上げております。なれど今は徳川を叩く絶好の好機。親方様、ご決断を。兼続、お主ほどの人間が思案が甘いぞ。徳川を追おうとして最上はどうするのだ。伊達は留守中に合図に最上や伊達がこぞって侵入してくるぞ。江戸になだれ込むのは孝子の憂いを立ってからじゃ。それまでは西で石田治部殿が時を稼いでくれよう。承知しました。ではまず北の最上を切り取るべく、それがしが総大将となって迅速に落としてまいりまする。親方様はこの地にて東の伊達を抑えてくださりませ。はい、わかった。兼続よ、上杉の部門を見せるのはこの時ぞ。は。こうして上杉軍は江戸に引き返す徳川軍を追撃せず、対最上線に切り替え、進路を北に取ることにしたのである。慶長5年9月8日、上杉軍は米沢と庄内の2方面から最上領へ向けて進攻を開始した。上杉軍の総大将は直江兼続で、総兵力は約2万5000もの大軍だった。この大兵団を率いる武将も上杉軍切手の精鋭たちで、謙信以来の重鎮水原親徳や春日元忠のほか、対徳川戦のために全国から集めた浪人衆で、特に有名なのは前田慶次、山上道久、上泉康綱らであった。米沢を出た上杉軍は萩の中山口、小滝口、大瀬口、栃久保口、掛入石中、中山口に分かれ、それぞれ進軍した。兼続は萩の中山口、通称狐越街道を進んだ。それに対する最上軍は総兵力はおよそ7000に過ぎず、しかも居城の山形城をはじめ、幡谷城や長谷堂城など多くの市場にも兵力を分散していたため、山形城には4000ほどの兵力しかなかった。9月12日、上杉軍は幡谷城を包囲する。この城は最上軍の白鷹方面最前線の城であった。城将は江口昭清以下500人ほどしかいない。兵力の差がいかんともしがかったため、最上義昭は江口昭清に山形城に引くように撤退指示を出していた。しかし江口昭清は引いては武士の恥と命令を無視し、玉砕覚悟で籠城戦を開始する。しかし多勢に無勢で幡谷城はその日のうちに落城。江口昭清は敵軍の中に切り込んで一戦した後、自害して見事な最後を遂げた。この時幡谷城兵の抵抗によって上杉軍にも1000人近い死傷者を出させている。9月17日、直江本隊とは別に掛入石中、中山口を進軍してきた笹井康信、横田宗俊ら約4000は右州街道最前線の上野山城攻めに取り掛かった。首相は最上家の家臣里見民部であり、城兵はわずか500ほどにしか過ぎなかったが、計略を巡らせ相手の強を突き、敵兵400もの支給を上げることに成功し、城を守りきり、この方面の上杉勢を足止めすることに成功している。一方庄内悪見方面では、この地は以前から最上と上杉がしのぎを削って黒人衆同士でも争ってきた経緯があり、最上方の支援を受けて朝日山城に復帰した池田森力が一揆を起こし、酒田当然寺城主志田義秀と対峙したものの、上杉軍を前に一揆勢は敗退し、志田義秀は最上川を遡る軍で、また下秀久は60里越えを通る軍で、村山軍の最上川西岸地域に侵入した。9月15日までに寒河江城、白岩城が、9月18日までに八千城、長崎城、山上城が落城した。また直江兼続本隊の別動隊が白鷹方面から500川渓谷沿いに進軍し、八沼城、戸屋ヶ森城などを落として阿寺沢まで進出した後、山上で本隊と合流している。上杉軍による大軍の侵攻により、各地で最上勢は地の利を生かして前線していたが、兵力の差は大きく、次第に押し込まれていった。やがて戦いは本城である山形城とその市場である長谷堂城を舞台として山場を迎えることになる。
慶長5年9月13日では長谷道場。長谷道場は山形盆地の西南端にある須川の支流元沢川の西側に位置し、山形城からは南西約 8km のあたりに位置する山形城防衛において最も重要な市場であった。直江兼続は幡谷城を落とした後、長谷道場近くの菅沢山に陣を構え、長谷道場を包囲させその様を見下ろしていた。この城を落とせば山形城まで一息だな。長谷道場が落ちれば上杉軍は皇庫の憂いがなくなり、須川を挟んだ攻防を経て山形城甲状腺に取り掛かれることが明らかだった。この時山形城にいた最上義明はいよいよ窮地とみて、9月15日に嫡男最上義康を北目城にいた甥伊達政宗に派遣し援軍を依頼している。政宗と重臣片倉景綱はこの援軍を討議した。景綱、こたびの援軍要請いかがとする。当家は放っておきましょう。上杉と最上両軍が疲弊したところをかすめ取れば漁夫の利にございます。だがしかし山形城にいる母を見捨てるわけにはいくまい。さらに最上を助けることは家康に恩を売ることになるも一緒ぞ。よし、決めた。援軍を派遣する。しかし勝敗が決するまでは手を出すな。こうして伊達家では留守政影の3000の援軍を救援として差し向けることを決したのである。さて長谷道場を守るのはいかなる強敵も彼の前には下ったと言われるほど弁才の最上家重臣志村昭康であった。この合戦で口のみならずその戦巧者ぶりも発揮されることになる。城兵は1000ほど、攻め手の直江兼続は1万8000もある。圧倒的に攻め手の方が有利に思われた。9月15日直江兼続はまずは様子見とばかりに力攻めを敢行するも、志村昭康の指揮でこれをしのぐ。その夜志村昭康は同じく城に詰めていた重臣酒延秀綱と作戦を交わす。越前殿、どう見る？そうですな、敵方は連日の行軍続きで今日も日中は総攻撃を仕掛けてきて疲れている様子。ここは少し強引に兵を割き、それがしが塩として野衆をかけましょう。兵はいかほど入りようか？200も預けてくれれば十分かと。うん、ではよろしくお頼み申す。拙者も気を見て出張るゆえ、お互い良い死に場所を見つけましたな。16日未明、志村昭康と酒延秀綱が率いる野衆隊200が密かに城を出て配置についた。敵は油断しておるぞ、かかれ。この200の兵は私兵となり、文字通り死に物狂いで春日元忠軍に襲いかかった。これにより上杉勢は同士討ちを起こすほどの混乱に陥り、志村昭康は兼続のいる本陣近くまで攻め寄せる活躍を見せ、250人ほどの首を討ち取る戦果を挙げ騎乗した。この時の酒延秀綱の戦いぶりを間近で見ていた直江兼続は、酒延が武勇、信玄謙信にも覚えなしと漏らし、後日褒美を使わしたと言われている。17日直江兼続は春日元忠に命じてさらに城を攻め立てる。しかしこの長谷道場は天然の要害、城の周りは深田になっており、人も馬も足を取られ迅速に行動ができない。そこに城側からの鉄砲の一斉射撃が届く。上杉軍はなすすべもなく打ち倒されていく。豪を煮やした兼続は城付近で仮太郎関を行い、城兵を挑発した。城から引きずり出せ。ところが志村昭康は全くこれに乗らず、余裕しゃくしゃくにこう返したという。少子千万。こうして一日一日と籠城戦が過ぎていき、9月21日には伊達政宗が派遣した留守政影隊3000の軍勢が白石から笹谷峠を越えて山形城の東方に着陣し、9月24日には直江兼続本陣から約 2km 北東の須川川岸の沼木に布陣する。この様子を見ていた山形城の最上義明が9月25日山形城を出陣し、寿稲荷神社に布陣した。ここに上杉、最上、伊達三者揃い、長谷道場をめぐっての攻防戦はお互いに軍の身体のタイミングが難しくなったことから一旦膠着状態を迎えることとなる。だが直江兼続はどうしても状況を打破する必要があった。最上を打って対徳川戦にも備えなければならないからである。
最上を撃つのが遅くなればなるほど状況は不利になってしまう。そのため上杉軍は数で有利になっていることから、9月29日再度総攻撃を敢行した。だが長谷道場の志村昭康の守りも固い。籠城側も近くに最上の本軍と伊達の援軍が出張ってきたのを見て士気がさらに上がっていた。一方、一刻も早く城を落としたい上杉軍は焦っていた。焦りは油断につながり、油断は命取りになる。この日、県政上泉信綱の嫡孫上泉康綱が最上方に討ち取られてしまうのだった。そのような状況の中、同日29日、戦評定中の上杉諸将に驚愕の事実を知らせる知らせが届けられた。なんと、こうも早く。過日、関ヶ原において石田三成が指揮を取る西軍が、徳川家康が指揮を取る東軍に大敗を喫してしまったのである。その知らせを聞いた兼続はしばし呆然と立ち尽くし、やがて決意を目に宿し、こう発した。方々、お聞きの通りである。こうなってしまっては、最上攻めは中止。こたびの不始末は拙者がここで腹を切り、攻めを追う所存。表情の席はどよめいた。しかしそれを聞いた前田刑事が一喝した。何をのんきなことを言ってらっしゃる。そこもとは上杉家の筆頭家老ぞ。腹を召されるのはここの将兵たちを無事帰国させてからになされよ。その時は拙者もご一緒いたすゆえ、前田刑事は彼なりに上杉家によるこの戦の大義名分を見定め、そして戦は戦だけに終わらず、その先にある今後の上杉家の未来も憂えていたのだろう。その中で自分もやはり好きである合戦に従事し、しかし年齢的にもおそらく生涯最後の対戦になるだろうと分かっていたのだろう。そういった万感たる思いからとっさに出た言葉だったのかもしれない。思いがけない言葉をかけてもらった兼続は刑事を見て顔を歪め、しかしその頬に雫が滴り落ちる寸前で引き締め、刑事に向かって軽くうなずくとこう言った。承知した。ではこれより米沢に向け撤退戦を行う。しんがりは拙者が務めまする。方々、米沢でまた会いましょうぞ。おお。慶長5年10月1日上杉軍が撤退を開始した。前日に最上軍も関ヶ原の結果を知ったことから、最上伊達から苛烈な追撃を受けることになる。直江兼続はしんがりとして旗屋城に手勢と共に立てこもる。しんがりには前田刑事のほか、水原近則や山上道久などの歴戦の強者が同行していた。前田刑事と山上道久は年齢も近く、共に武変者であった。お互いに上杉家から主槍を持つことを許されており、その実力は折り紙付きであった。その二人が戦場で敵を倒しながら会話をしている。山上殿、何人倒した？20、いやすでに30かな。刑事殿は？それがしなんぞはまだまだでござる。ほんの40でござる。ほほう、実は拙者も数え間違っていましてな。よく思い出したら50は超えておりましたな。ざれごと、おっと危ない。刑事の横から踊り出てきた敵兵を一発の銃弾が貫いた。水原近則が放った鉄砲であった。これは日立之助殿、助かりました。さすがはあの川中島にも出陣された伝説のお人じゃ。ふん、戯れも大概にしなされ。俺、直江殿が窮地じゃ。ここでかの人を死なせては、わしがあの世で謙信公に叱られるわい。さもあらん。いざ。前田刑事が直江兼続のもとに駆けつける。直江殿、まだ生きておられますかな。おお、前田殿か。かたじけない。先の軍議の席でのことも合わせてお礼申し上げる。いや、何、拙者ももう60を超えておりますゆえ、聞けに最後の対戦に出させてもらう機会をもらい、礼を申すのはこちらの方でござる。いや、前田殿のお言葉でそれがし目が覚め申した。直江殿よ、まだまだ死ねませぬぞ。あなた様の方に上杉家の将来がかかっておるのですから。そうですな。まずはこのしんがりを命がけで成し遂げまする。守備よく生き残れましたら、親方様に詫びを入れに参る所存にて、その時は前田殿一緒に来てくだされ。承知した。親方様から下知があれば共に腹を切りましょうぞ。10月3日、直江兼続のしんがりは荒戸へ退却。兼続は鉄砲隊で最上軍を防ぎながら追撃を振り切り、10月4日に米沢城へ帰還した。
この撤退戦は後世まで語り草になった。最上義昭は兼続の撤退の見事な指揮ぶりを称賛し、家康も後に兼続が駿府を訪れた時に、あっぱれ何時は聞き及びしより、いやましの武功のものと大いに称賛したという。上杉軍が撤退を開始したことにより、最上軍は全戦線で反攻に転じ、過日10月1日には佐賀へ白岩阿寺沢を回復すると、撤退から取り残された八千城にこもる下秀久も11日間の籠城の末に降伏した。直江兼続の新狩りとの交戦時に兜を鉄砲で撃たれた最上義昭はその場で一瞬気絶したものの、すぐに意識を取り戻し戦場に復帰。大事には至らなかったが、直江兼続を取り逃がしてしまう。その後、最上軍は降伏した下秀久を避けて、義昭の嫡男義康を総大将として庄内地方に侵攻すると大浦城を攻め落とした。翌慶長6年3月には酒田東禅寺城を攻略し、過去の十五里ヶ原の戦い及び奥州仕置きで失った庄内地方全域を上杉家から奪還した。戦後、家康は最上軍が少ないながらも善戦したことを称賛し、義昭が切り取った庄内地方の領有権を認めるとともに、日立から出羽へ源方国替えとなった佐竹家との領土交換により小勝軍平賀軍に変えて由利軍を与え、出羽山形藩は57万石の大半となった。一方、徳川家に弓を引いた上杉家では、景勝が兼続と共に上洛、家康に謝罪した上で上杉氏の存続は正式に許された。改易は免れたが、庄内会津などを没収され、沖玉忍伊達の3軍からなる出羽の国米沢30万石に現位法された。この戦いは奥羽における東西合戦といえる。このように関ヶ原の合戦は関ヶ原に限らず、各地で連動して東西合戦が行われている史実があるが、意外と知られておらず少し寂しい気持ちになる。歴史は縦にも横にもつながっており、願わくばこのストーリーをきっかけとして、様々な人たちに幅広く知っていただきたいものである。さて、今回の日本史の旅、楽しんでいただけましたか？歴史の舞台裏や知られざるエピソード、これからもたくさんのお話をお届けしますので、引き続きご視聴いただければ幸いです。今回の動画が面白いと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いいたします。歴史への思いや感想、応援コメントもお待ちしております。ここまでのご視聴ありがとうございました。